通りがかりの同業者に超睨まれてるっす。中には涙目で睨んでくる人まで。殺意が。まあ私はともかく綺麗どころのエルフが3人もいるしね。理事をはべらせてパーティーを組んでるように見えるのかも。誤解だし錯覚っす。自分はそんなんじゃないっすよ。この空気、胃が、胃が痛いっす。気にしすぎ。ほんと小市民なんだから。呆れた視線で見ないでほしいっす。自分はベートさんたちみたいにふんぞり返るとか無理っすよ。でもラウルはそれくらいがちょうどいいのかもね。ラウルがベートみたいになっちゃったら、私そっちの方が嫌だもの。立ち入ったことを聞いて申し訳ありませんが、彼らは仲が良いのですか、それとも悪いのですか？仲はいいですよ。団員の中でも噂になってるんですから。だが何かこう、私たちの知ってる男女の中とは違うような。先ほどからずっと観察しているのだが。でも絶対怪しいと思うんですよね。お互いの言葉遣いというか距離感というか、うまく言葉にできないんですけど。それに秋だって十分綺麗っすよ。何急に。いや、さっき私なんかって言ってたじゃないっすか。あれって一歩間違えれば闇になるっす。それくらい秋は綺麗っすよ。あ、いや本当に身内びいきとかじゃなくて。あら、そう、ありがとう、嬉しいわ。ラウルもよく見れば味のある顔をしてるわよ。何度も聞いたっすよそれ。しかも褒めてないっす。褒めてるつもりだけど、本心よ。そっすか、じゃありがたく思っておくっす。そう、感謝してちょうだいね。な、何なのですか今の会話は。さらりと周知に燃えるようなことを言っていませんでしたか。文字を平然と褒めていたぞ。綺麗だと口に出して、なぜそれで甘酸っぱい空気にならん。普通はなるものではないのか。普通ってフェルビスさん経験あるんですか。エルフである以上容姿を称えられることはあるだろう。たとえ見えすいた政治だとしても、私が言いたいのは、そのあれだ。どうでもいいものに言われても何とも思わないが、気を許している異性に対しては、その頬を染めて下を向くとか、全然嬉しくないんだからねというとか、そういった。私は何を言っている。もしかしたら、あれが大人の距離感？恋もしたことのない私たちお子様じゃ理解できていないだけで、あの空気感が大人の関係ってやつなんじゃ。バカな。エルフでは理解できない文化とでも言うのですか。に違いない。ハレンチなのか。わからない。
あっちのエルフ組は何を騒いでるんすか？秋は聞こえてるんすよね。まあどうでもいい話。エルフでは理解できない世界、我々はより見識を広めなければならないだろうか。バカを言うな。こんな話同胞以外のものとできるものか。もし誰かに聞かれでもしたら、私は自ら死を選ぶ。でも好奇心というか大人の関係には興味があるような。何の話をしてるんです？ベルクラベル？はい、ベルクラネルです。なんでそんなに驚いてるんですか？そんなことどうでもいいです。それより、その今の話を聞いてたんですか？え？確か大人の関係がどうとか聞こえたような。盗み聞きしてたんですね。最低です、最低な行為です、この最速デバガメウサギ。こんなものには正義の鉄槌を浴びせるしかない。何ですかそれ。というか、なんでいきなりそんな敵意も殺意もみなぎってるんですか？なんで？ウサギ死すべし時期はない。剣敵速殺、凍りつけ。なんで